ドゲームタッグバトル始まりました。バトスピエクストリームゲームタッグバトルです。はい、木山さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんと今月モアちゃんいます。本当だ、珍しい、毎回それ言わないでください。今日は来てくれたんだ。レギュラーですから。頼みますよ、毎回頑張ります、はい、なんか月の前写真展っていうのがあるらしいですけど、ね、そうなんですよ、今、はい、私芸能始めて10周年になるので、うん、それを記念して写真展を10月末から11月頭までやらせてもらってまして、ーガーディアンの薄井さん来てくれました。つまり我々も行けっていう。違う、いやらしい。なんか基本的にいやらしい写真もあるんですか。無料ブースがメインなんですけど、一部有料のシークレットブースがあって、なんだ、薄井さんそこも入ってくる。めっちゃ嬉しい。こっそりそんなことしてる。楽しんでるな。嬉しい。見事なプレイングだな。釣りガーディアンだって。ね、そんな素振り見せないのに。さあ、ということで今月はですね、バトスピ公式アンバサダーのこの方も来てくれています。はい、バトスピ公式アンバサダーの渡辺壮です。よろしくお願いします。お願いします。渡辺さんはね、バトスピ公式アンバサダーになってから初めての解説席なんですけれども、はい、どうですか。あ、そうですね、解説席には何度か座らせていただいているので、うん、ちょっと慣れてきたかなと思ってたんですけど、うん、今の話を聞いてまた緊張してきました。そうだよね。やっぱりその行かないといけないわけですか、やっぱり。初心者に。ね、ですか、関係ないでいいんですよ、全然ない。後ろを見させていただきます。さあ、ということで、はい、バトスピといえば先日ですね、バンダイカードゲームズフェス、2324ワールドツアーファイナルの開催が発表されたんですけれども、うん、木山さんいかがでしょうか。いや、また楽しみですよね。こう世界各国の強豪がまた日本に来てくれるわけですよ、はいはいはい、でまたお国柄ってあるんですかね、このカードを採用するみたいなのをなんか入れてる方もいらっしゃるんですよ、世界では。そうなんですね。でそれがまたぶっ刺さったりもするんですよ。あ、だから世界ってめちゃくちゃ面白いんですよ。なるほど。もう楽しみでしょうがないですね。あ、さあ、これ楽しみですけれども、ワールドツアーファイナルはですね、2024年のですね、3月2日3日で開催予定でございます。楽しみにしてください。楽しみ。さあ、前回の挑戦者白池はですね、おばあちゃんのために経営する理髪店のエアコンの買い替え費用70万円を目指して出場してくれたんですけれども、そうでしたね、これもねファイナルに勝てば70万円というところだったんですが、ガーディアンの薄井さんにねちょっとガードされてしまったそうでした。ありがとうございました。さすが薄井さんはもう今モアちゃんの展示も行って写真展有料行って、うん、もう本当、ノリノリの状態。ノリノリと言っていいんですか。ノリノリのツヤツヤになって書いてたんですよ。見てくださいよ。今回の挑戦者なんですけれども、これも初の獲得なるんでしょうか。そうそうね、どんな二人組なのか見てみましょう。こちらどうぞ。バトスピエクストリームゲーム日光で見える、カードトップバトル、東部日光駅、エントリーナンバー7 from 栃木、栃木、ネクストサンライズ、23歳イベント運営会社に勤めるリーダーアットソネット、そしてバトスピとは何の関係もないハンドベルを特技とする22歳の伊勢からなる栃木日光で生まれ育った先輩後輩コンビ。中でも先輩ソネットは、これは遜色なく言えるんですけど、うん、気持ち悪いと思われたら申し訳ないんですけど、僕は本当に浩平ちゃんのことを心からもう愛してるって言ってもいいぐらい長い付き合ってきた。友人として愛してるんですよ、本当に。後輩伊勢を愛していると言えるほどの出来合いぶり。ディスコードとかを使って毎日仕事終わりにやってますね。どっちが誘うんですか、やろうよ。僕ですね。基本かまってちゃんなのでうるせえ。そんなソネットの愛強めなネクストサンライズ、今回番組に出演したかった理由は、今自分が企画しているコンテンツであるとかを、まあ、その大きくしていける第一歩になればいいなとは思ってます。企画してるコンテンツってちなみに、地元の空気を感じられる大会が作れたら自分の一つの理想が叶うことにはなるんじゃないかなと思うので、東照宮大会とかそういうことですね。イベント運営会社で働くソネットは地元日光を感じながら
バトスピを楽しめる企画を日々考えているんだとか。いいなあ、そういう旅館にその参加した人たちでみんなで泊まって大会もやりつつ宴会とかそういったビンゴみたいなイベントをやるっていうのを観光地でできたら絶対に楽しいと思う。ハンドベルの出しもやれたらいいなって見られるんですね実際に。そんなソネットの思いに共感した一世はイベントを実現させるため今回の参戦を決意。雪降ると超綺麗ですね、街並みとかが。あ、本当にいいだろうな。地下と猿が多いですもんね。人間よりも多い。人間よりも多いかもしれない都会の喧騒とかに疲れてる人たちに一旦ちょっと日光の温かみ感じてみませんかっていうのは伝えたいところではあるかな。果たしてネクストサンライズは100万円を獲得し、自然豊かな地元日光で念願のバトスピ大会を開催することはできるのか。さあ、ネクストサンライズというコンビなんですけれども、地元日光で生まれ育った先輩後輩コンビなんですけども、かなり仲良かったですね。ねえ、すんごい友情パワーを感じる、日光の良さを知ってもらいたいっていうことらしいですよ、はい、地元愛素晴らしい、ねえね、なんか日光でそういう大会開かれたらちょっと行きたいな旅館バトスって良さそうですよ ね、 ねえ、今が旬の男連れてちょっと旅行がてら行けるったらいいですよ ね、 すよね、これね。ただね、そのハンドベル結構印象残りましたね。ハンドベルのあのなんかこのなんかこの入り込んでやってる感じちょっと頭に残りました、ね、結構残りましたねということで早速参りましょう。2人が挑むのはファーストステージです。ファーストステージ、一番最初の部屋、どの部屋から行きますか。せーの、診断構築で。ちなみにどちらが戦いますか。私が行きます。まず初陣を切るにあたってやっぱり金額が小さいところから行って、まあ、そこを勝つことによって彼を安心させていきたいっていうのがあります。これは話すまでもなくお互いがあの診断で良くないですかってなってました。それはお二人ともなんかどういった意図があって。カードプールがあまり多くないということは握られるデッキも限られてきます。小さいフォーマットからこなしていくことによってだんだんと大きいところにつなげていく、階段を上がっていくように、まあ、こなしていこうぜっていう話になったので、今回は診断からってことになりますね。いい意味で気楽に余裕を持っていけるかなと思いました。そうですね。あ、そうだね。そんなアットソネットが使うデッキは、はい、私が持ってきたデッキは極相棒ゼッターと契約した極契約デッキです。選択した理由としてはやっぱりカードプールが広くないということで、カードパワーが高いデッキは何だろうっていうふうに探した結果、自分たちの中では増契約、高契約、極契約の3つだったんですね。その中で高契約は診断構築の中で握っていらっしゃる方が多いのでミラーになりやすいだろうなと思って自分自身ちょっと回避しました。増契約はその高契約に対してあの少しきついかもしれないなというふうに感じまして、アルティメットトリガーがヒットした時に最大出力が誰よりも高いデッキであるこの極契約を選択しました。このデッキの理想の回り方は高攻を取ってゼッターを複数体出して一気にカウントを増やしていきます。効果によってヒットしたアルティメットトリガー1回につきライフのコア1点リザーブに置くことができますので、効果でまあ減らすことができるっていうところで、相手の速度に追いつかれる前にこっちがフィニッシュを決めることができます。誰よりもその回った時の速度っていうのは速いと思うので僕はこのデッキを選択しました。トリガーがヒットした時のこのデッキの出力っていうのが異次元なので、トリガーをヒットさせることしか僕は今日考えていないので誰にでも勝てると思います。百発百中ヒットさせていきます。診断構築契約編第4章から契約編下位第2章まで使用可能なこの部屋で待ち受けるのは、焼き尽くしてやる。エイジス4岩沢俊樹、今回私が使うのはこちらの和紙相棒ガットを使った凸契約デッキとなっております。竜王、ジークフリード、XV とエンゲージブレイブの、回転陣ツバイザーを組み合わせて、もう相手のスピリットとかネクサスを破壊しつつ直接ライフを狙っていくという非常に強力なデッキとなっております。2章で追加された推しカードが個人的にありまして、まずこちらの霧方棒、そしてこちら2枚目ですね、こちらは X レアとなっております。
こちらの、英雄竜王ドラグロイ17世、このスピリットの召喚時ですね、シンボル一つの相手のスピリットアルティメット一体を破壊できる。自分のカウントが6以上の時、代わりにシンボル合計2つまで相手のスピリットアルティメットを好きなだけ破壊できるということで、こう手札から破棄してさらに召喚して相手を破壊して、まあ、さらにこれで終わらないんですね。ターンに1回自分のスピリットの効果で相手のスピリットアルティメットを破壊した時、自分はデッキから2枚ドローできると。ライフを守りつつ相手を破壊しつつ2ドローまでできると。でさらにこちらの切り方棒をセットしているとさらにカウントプラス1ともう1ドロー、もうこの2枚の組み合わせが非常に強力となっておりまして、自分のカウントとドローを稼ぎつつ、こちらの竜をジークリット XV とこちらの回転陣ツバイザー、こちらを引っ張ってきて竜王覚醒ですね、ターンに1回、自分のカウントエリアスピリットのコア2個をこの スピリットに置ける。そうした時このスピリットは回復でき、最も BP の高い相手のスピリットアルティメット1体と、ネクサス1つを破壊できるという効果を持っていて、さらに相手のスピリットアルティメットネクサスを破壊した時1コストシャラうことで相手のライフのコア1個トラッシュに置くとい う、 もう直接ライフを狙うことができるということになっておりますので、相手の場にネクサスと、まあ、スピリットがいれば2体破壊して一気に2点トラッシュに来ることができるという非常に強力なスピードとなっております。この竜王ジークフリード XV を使った突契約デッキで診断構築部屋トータル。もう間もなくバトルです。はい、めっちゃ緊張してます。いつも通りのポテンシャルを出して勝っていきたいなと思ってます。あ、オッケー、はい、意外と強くやるね。結構気持ち悪いですよね。なんかこう前失礼って言われたら俺多分初めてですね世界で。そんな先輩でも結構自分としては大切だなと思っていて、お互いが自然体でいられる関係かなってのはすごい常に感じてます。先輩として初陣を切るアットソネット、初戦を勝ち愛する伊勢を安心させることはできるのか。それでは参りましょう。ファーストステージ1戦目、診断構築部屋での対決です。先攻エイジス4岩沢俊樹、後攻ネクストサンライズアットソネットさんです。ゲートオープン、開放お願いします。よろしくお願いします。では先行いただきます。はい、スタートステップ、はい、の部屋から始まりましたね。ですね。アットソネットさんがじゃんけんで勝って後攻を選択。なるほど、うん、極契約対突契約。突契約ですね。紹介します、はい、これアットソネットさん5手取ったってことは結構有利なカードあるのと、最初にやっぱ2カウント確実に出したいということですかね。そうですね、やっぱりカウントを稼がないことにはっていうのはありますからね。はい、でメインステップ入ります。診断構築のみでの局契約っていうことなので、はいはい、無限とか入ってないわけですからね。そうですね、結構シビアな戦いになるんじゃないかなと思ってます。2コストで許可棒ゼッターを召喚します。ゼッターからスタート。さあもう1枚何か動ける。2コスト1軽減。なるほど、ゼッターを召喚します。本当に引いちゃいましたね。有限事故。ではこちらアタックステップに入ります。許可棒ゼッターでアタックします。ゼッター2体のアタックは強すぎるぞ。強すぎますね。さらにカウントをプラスにして1コア、まあ、初手から2枚あったらこう動くでしょう。ですよね。では、ガットの効果でシルターを破棄します、はい、でこちらフラッシュはありません。はい、こちらもないです。では、そちらが、1万5000以下なのでライフは減りません。はい、わかりました、はい、相手極契約なんて。そうですね、バンスはなかなか降臨カードであるにはあるんですけど、同じようにカウントをプラスにして1コアをこっちのゼッターに変わる。4カウント2コアってことですね、合計。これは素晴らしい動きだ。フラッシュもありません。はい、こちらもないです。ライフできます。はい、何か提示があれば。提示はありません。はい、ではこのままターン終了します。はい、ターンいただきます。スタートステップ、ステップ、ここから返せるか。ステップ、はい、そう、アタックステップに。おっと、これは辛いな。シャドウガットでアタック、はい、でアタック時にもうこのカウント上げていくしかないですもんね。そうですね、自分の BP 以下のスピリットアルティメットを1体を破壊できるので、はい、こちらのゼッターを破
壊します。ここは最低限の働きは、うん、魂状態で隣に残します。ルカーが乗っていない方のゼッタを破壊しました、フラッシュ使います。はい、やはり何かコインカードを持っている。極人欲モンタネです。あ、強い。これは何もなければ降臨時使いたいです。どうぞ。はい、ではアルティメットトリガー確認します。はい、4ですね。はい、ではヒットしたので、まずカウントをプラス1します。はい、そうした後にスピリット2体を10披露させるので、ガットを10披露させます。ガット10披露痛いですね。さあトリガー決まったんですが、はい、ですアゼッターの効果を出演していますね。そのアタックは1点ライフでいただきます。はい、減少提示は特にないです。こちらもないので、アタックセプシュルで意外と緊張しているのかもしれませんね。コアステップ回復と総力は回収があったんですが、メインステップに入ります。はい、さあしかしこれめちゃくちゃチャンスですよ。もう契約降臨終わりますか。シャルティエル、はい、降臨時使います。はい、デッキの下から1枚ドローします。もうこれでトリガー次第でフィニッシュまでいきますもんね。そうですね、起き上がってしまいますからね。はい、5コスト2軽減の3コストで極人極拡張ビートブリンガー召喚します。はい、召喚時使います。さあさらにカウント上げていく。はい、じゃあカウントをプラス1してボイドからコア2個を自分のアルティメットに置きます。6までいきました。対象はモンタネです。これでネオゼッターがもう乗れますが、アタックしてカウント8になるとミラージュセット、カウントトリガーまでいきますね。セットアンタッカー、あ、ダブルトリガーか。オーバーカウント達成しますので、はい、じゃあアンタッカーミラージュだった。おお、そう、これでアルティメットトリガーでドラシに置かれた降臨を持つカード全てのコストをマイナス2するということ。おやおや、さらにヒットしやすくなった。これは突契約のフィニッシャーでジークフィード X もヒットになってしまいかねない。そうですね、アルティメットトリガー確認します。はい、3ですね。はい、わかりました。ヒットした時にボイドからコア2個をホーリーズを持つ自分のアルティメットに置きます。はい、対象はシャルティエルに乗せます。はい、さらにこのターンの間、系統ホーリーズを持つ自分のアルティメットがアタックしている間、相手は効果でアタックステップを終了できないです。はい、さあアタックステップ終了メーター張った。ではシャルティエルでアタックします。はい、まずゼッターの効果から解決します。カウントをプラス2。はい、カウント早いですね。そしてボイドからコア1個をモンタネルスに置きます。でシャルティエルの効果、さあこれあとはネオゼッター引いてくるだけですか。なくてもおそらくフィニッシュまで持っていけるかなと思いますが。4ですが、生徒アンタッカーの効果でトラッシュに置かれた降臨を持つカード全てのコストをマイナスにします。はい、なので2として扱うのでヒットします。ヒット、本来なら同じコストなのでガードからしたいが自分のライフに置きます。はい、ではこちらのゼッターの効果使います。はい、ターンに1回アルティメットトリガーがヒットした時にアルティメット1体を回復でき、自分のトラッシュのソウルコアをリザーブに置けます。なのでソウルコアをリザーブに置き、シャルティエルを回復させます。はい、これでフラッシュを返します。うーん、こちらフラッシュはさあどこまでガットの効果使ってライフ守るかですよね。難しいですね、手札を切っていかないとライフが守れない。はい、フラッシュはないです。はい、こちらもありません。はい、ライフで行きます。はい、何か減少停止があれば。ございません。はい、わかりました。はい、そしたらば継続します。シャルティエルでもう一度アタックします。はい、効果でまずゼッターの効果から解決してカウントをプラス2。はい、コアをモンタネルスに乗せます。カウントは十分ですね。シャルティエルの効果下から1枚ドロー。これでモンタネルスは1万8000になったので、アルティメットトリガーをガットでは守れないアタックが可能です。いやいや、切り方がいいんですね。はい、わかりました。それではガードですね。はい、これあとゼッターの効果1回残してますね。そうなんですよね。効果で、ドラゴエルダー破棄するので1万5000以下から、ライフは減りません。はい、でこちらフラッシュはありません。はい、ではこちらもないです。ガットの効果使ってライフを守りました。はい、わ、はい、かりました。そしたらはモンタネルスアタックします。はい、まずゼッターの効果から解決して。最大あと1回は守んなきゃいけないですね。いやー、なかなか厳しげに見えますね。その後モンタネルスのアルティメットトリガーを確認します。はい、トリガー4ですね。ではヒットしたのでカウントをプラス1します。10披露対象はいないのでこのまま進みます。はい、ではこちらのゼッターの効果、アルティメットトリガーがヒットした時に披露状態の相手のスピリット1体デッキの下に戻せる、これ任意の効果です。はい、回復させます。はい、うん、その後モンタネルスのオーバーカウント効果があるんですが、こちらは使わずにいきます。なるほど、やはりここの2点は通すしかないですかね。こちらフラッシュはあります。はい、こちらもないです。そうですね、はい、提示ともないですね。はい、はい、ではモンタネルスでもう一度アタックします。はい、効果でもう一度同じようにカウントをプラスにして1コアモンタネルスに乗せます。はい、そしてアルティメットトリガーを確認します。はい、4ですね。はい、ヒットしましたが、カウントプラス1だけ行います。はい、で重疲労対象はいなくてオーバーカウント効果も使わずにいきます。こちらフラッシュはありません。はい、こちらもないです。守れないライフできるしかないです。はい、継続します。はい、ビートブリンガーいきますね。フラッシュがあれば決まってしまうのは吐き出させる選択肢がないですもんね。もう、はい、そうですね、トリックテイクスウェイを吐きします。まあここは、はい、こちらフラッシュはありません。はい、こちらもないです。はい、ではライフで受けます。はい、
ではこのままこちらターン終了します。追い詰められました。ここから返す方法はありますかね。どうでしょうね。ガットも重疲労状態からやっと疲労に回復ということで、そもそものアタッカーを用意することさえ難しそうな状況ですね。はい、いやこれはかなり苦しいか。はい、ライフ残り1点なので、もう白鳥防壁も封じたと言っていいでしょう。フィールドには疲労状態のガットがただ一人。うわ、これだけかなって攻撃します。ここで降臨、ローターブレーダーガット。カウントちょっと足りてないですね。足りてないですね。残すと1ゲーム3コストで、相手にツバイザー、ブレードします。はい。で、ブレイブエンゲージを発揮します。レベルが最大になるように、ボイドからコスティックに攻撃なので3個。はい、わかりました。はい。持ちコスト2ゲーム6コストで。素手召喚か。します。レベル2。こちらターンに1回手札にあるこのカードは系統飛燕を持つ自分の効果で破棄された時、自分のカウント4以上なら2コストシャラで召喚できるという効果も持ってます。なるほど、自分のカウント4以上なら、はい。ではこのスピリットの召喚時、シンボル1つの相手のスピリットアルティメット1体を破壊できますので、じゃあモンタネルスを、はい、破壊します。では破壊されたモンタネルスの下にある Z は正しい状態で残します。はい、これでアタックステップに入ります。はい、エリオドラグロイ17世で、アタックします。アタック時に、同じ効果をもう一度発揮しますので、はい、こちらシンボル1つのシャルティールを破壊します。はい、そしてターンに1回自分のスピリットの効果で相手のスピリットアルティメットを破壊した時、自分はできないように2度押します。はい、では破壊されたシャルティールの下にあるゼッターは楽しい状態で、じゃあここの2枚のドローでなんとかライフ守ってきた、はい、でフラッシュポスト、まあ、でも少ないカードでしたが最大限動けることはしましたか。そうですね、さらにモンタネルスがある。はい、何もなければ降臨時使いたいです。どうぞ。はい、ではトリガーを確認します。はい、こういい感じ、4ですね。はい、ありがとうございます。そしたらはカウントをプラス1してスピリット2体を重疲労させます。対象はここで、さらに重疲労で全然動けないですね。トリガーヒット時の効果、そうですね、単に1回アルティメットトリガーがヒットした時に自分のアルティメット1体を回復でき、トラッシュのソウルコアをリザーブに置けるので、ビートブリンガーを回復させてソウルコアリザーブに戻します。はい、こちらフラッシュはありません。はい、こちらもないです。普段私モンタネルスあんま使ってないんですが、はい、強いですね。モンタネルス、ちょっと見直しましたね。します、かなり遺憾なく発揮してますね。モンタネルスの強さ、疲労状態のスピリット一体をデッキの下に戻せるので、この子をデッキの下に戻します。ブロック時も強い。デッキの下に戻します、はい、こちらフラッシュはありません。はい、こちらもないです。これでバトル解決でアタックステップ終了でターンエンドです。はい、ではターンいただきます。スタートステップ、フォアステップ、ドローステップでリフレッシュステップ、メインステップに入ります。カウントを増やすことはできなかった。さっきの2ドローが1軽減のコスト。地公兵、アーティファクトゴレム。はい、アーティファクトゴレム。召喚時使いたいです。どうぞ。はい、ではまずカウントをプラス1します。もはや何カウントかわからない。その後、デッキから2枚ドローします。手札2枚を破棄するんですが、氷元を含む自分の巨海防絶対がいるので、この効果で破棄する枚数マイナス1枚します。はい、地国生徒アンタッカ。はい、1軽減の2コストで聖書銃レオネック純択ですからね。召喚時使いたいです。はい、どうぞ。好き放題動く、はい、ではカウントをプラス1してデッキの下から1枚ドローします。バーストをセットします。契約降臨、シャルティエル、シャルティエルの2体目降臨時使います。はい、ではデッキの下から1枚ドローします。回ってますね。そうですね。そしたらはアタックステップ入ります。はい、ではビートブリンガーの効果が誘発してトリガーを確認します。はい、はい、ありがとうございます。そしたらは、ボイドからコア2個を、アルティメットに置けるのでこのような形で載せます。はい、ではこのままアタックステップに入ります。はい、モンタネルスでアタックします。ゼッターの効果から解決してカウントをプラスにして1コアをレオネックに載せます。はい、そしてモンタネルスのアタック時効果でアルティメットトリガー確認します。はい、4コストですね。はい、そしたらは、カウントをプラス1して、重疲労対象はいません。オーバーカウント効果を使わずにいきます。フラッシュがあればガットの効果は得意なしで、フラッシュもありません。はい、こちらもないです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ勝利したのはアットソネットさんです。どうでしたか。
ウッキウキでゲームができました。こちらにもひしひしと伝わっておりました。はい、書店を見て、あ、これ何でもできるって思って、はい、いや素晴らしい動きでした。はい、はい、本当に曲契約の、まあ、このプールにおいての最大値をできたと思うので、うん、そうですね、あ、よかったなと思います。いや素晴らしかったです。ありがとうございます。さあ続いて負けてしまいましたが、岩沢さんいかがでしたか。はい、何でもされちゃいましたね。はいはい、いやちょっとやっぱ2体並んだ時点で、うん、やっぱ1体だったらやっぱりまだこの破壊効果でなんとか止められるかなと思ったんですけども、2体目出てきた瞬間にもうあっていう、うん、僕の中でもちょっと笑みがこぼれた感じはちょっとありましたね。ちょっと先行2ターン目でも動けない盤面とかありましたけども、理想としては何か欲しいカードとかあったんですか。はい、そうですね、やはり早めにジャランドラゴンファイターですとかで降臨してっていうのはあったんですけれども、うん、まあ、あと今これ手札には来たんですけど、この切り方法をやはりセットしておけば手札がもうちょっとついたのかなっていう感じはありましたね。なるほど、はい、分かりました。さあということで診断構築部屋はユーザーが勝利したので賞金5万円分のゴールデンカード獲得です。おめでとうございます。ありがとうございます。では岩沢さん、プレートにあるゴールデンカードをユーザーさんに渡してください。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。今頑張ってください。次回、じゃあ2戦目どの部屋に行きますか。はい、はい、次はブロックアイコン戦に行こうと思います。ちなみに戦うのは、はい、自分です。伊勢さん、握るデッキに自信があるので先輩の勝利を次に生かしてこの波を続けられればいいと思います。波に乗りたい伊勢が使うデッキはてっぺんバディ相棒を軸にした突契約デッキになります。待ち受けるのはデッキゼロ、ライフゼロ、見せます。青のガーディアン、阿部恵美香。今回私が持ってきましたのは象相棒レイブを使った象契約デッキです。凸契約 VS 象契約、果たして勝つのは。契約宴会第3章暴薬が11月25日に発売予定です。やったさあ本日はその中から赤の XV レアスピリットをご紹介いたします。それがこちら、はい、暴走竜ディラノス XV。 だあ、ディラノスじゃん。ディラノスだ、地竜来たね、うん、はい、こちらは今回登場する契約スピリット、プチグローを中心にした熱契約デッキと相性のいいカードとなっております。まずは見てください、うん、ディラノスといったらもう定番のネタとなっておりますが、レベル1 BP3000 は維持されております。やりやがったな。そこは維持するんだ。レベル2、レベル2ともう差が激しいじゃん。この差がすごい、やりたすぎでしょ。さあしかもね、今回は自分のカウント1につき、はい、自分のスピリット全てを BP プラス1000という効果でこの BP3000 をカバーしているんですね。あ、わざわざ、はい、なるほど、まあ、自分だけでなく周りのスピリットの BP も上げてくれます。あ、偉い、はい、2つ目の効果は、うん、自分のメインステップにこのスピリットを披露させることが条件となっていて、披露させた時に自分のカウントをプラス1し、自分のトラッシュのソウルコア以外のコア5個までを系統熱契約を持つ自分のスピリットに置くことができます。おー、披露させることや系統熱契約を持つスピリットという条件はありますが、5個もコアを回収できるっていうのは素晴らしいですね。すごいですね、メインステップ中に5個回収、うん、それが何よりすごいよね。もうこれ今日見るまでは我々あのバトルセイバーのブレイブエンゲージでコア回収してやったって言ってたのに、ドローカードをメインで使ってからまだカウント増やしながらコア返ってくるからもう一回使えるわけですもんね。そうそうですね、やりたい放題ですやん、こんなの。そしてレベル2からの効果は、このスピリットと系統熱契約を持つ疲労状態の自分のスピリット全ては相手のネクサスやマジックの効果を受けず、バトル終了時にターンに1回ずつ回復できるという効果になっております。おー、なるほど。お前疲労状態でね、相手の効果を受けなくなる効果は、うん、スーパーディラノス時代の恐竜同盟を、うん、あ、放出させるのがまたこれ憎いですよね。あ、ちょっともう懐かしいまでで、まあ、チリューといえばこんな感じありますよね。そう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 、はい、まあ、それに加えて、うん、リバイバル版のような連続アタックを可能にする回復効果も強力です、うん、疲労状態でネクサスマジックの効果を受けないままバトル終了時に回復できるので、プチグロデッキのフィニッシャーである灼熱剣王ソードグローと何としても一緒に使いたくなりますね。あ、なるほど。これ疲労状態では効果を受けないということは、
あれですね、覇王爆炎撃とか標準結界を受けないわけですね。おー、いいところに目が行きましたね。そういうことですよ。そうですね、はい、強い。さあ、暴走竜ディラノス XV は BP アップ、コア回収、熱契約スピリットの保護と回復など、プチグローデッキに欲しい効果が詰め込まれた1枚となっております。さあ、赤のガーディアンの新井さん、どうですかこの1枚。これデッキに4枚入れたいですね。4枚入れる4枚入れたい。ここまで詰め込むカードなかなかこれまでなかったっすよなかったね。これをきっかけに、あのこれまでこのコア5個回収って結構サイクルカードで5コストに赤にあったんですけど、アタックステップ開始時が多かったんですが、これきっかけにこれからどんどんメインステップでお願いしますじゃあ強くなりそう、赤のガーディアンが。契約編会第3章、暴薬は1パック9枚入り税込み330円、11月25日土曜日発売予定です。皆さんぜひゲットしてくださいね。